相手の気持ちを置いてけぼりにした、これが絶対相手のためになるっていう、そんな善意はもう善意じゃないねん、暴力や。そういうことですよね。はい、こんにちは、ライフスキルティーチャーのミスターおかちです。こんなことわざがあります。地獄への道は善意で舗装されている。相手のためにやっていることが相手のためになっていない、そんなことがある。俺はそうやった。自分がやってしまっていることもあれば、相手がしてくることもある。この日本社会はそんな善意で満ち溢れてる。はっきりと言うよ、善意は悪意よりも恐ろしい。今日は相手のためにしていることが本当に相手のためになっているのか、それをあなたと一緒に考えたいと思ってマイクを持っています。この動画を最後まで見ていただけたら、あなたが大切な人と本音で付き合えるようになって、いい関係を育み、そして自分らしく生きられるようになる、そのように思ってますので、最後までご覧ください。一発撮りでいこう。こんなことがありました。結婚したんです。パー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 、ちょっと音楽ちゃうけど、結婚した時にたくさんの人からプレゼント、贈り物をもらったんです。おもちゃをくれた人もいた、観葉植物もらった、そして時計をくれた、絵本をくれた、何やろ、ご祝儀をいただいたり、ご飯に連れて行ってくださったり、もう本当にいろんなものをいただきました。本当にありがとうございます。でもその中には、本当に欲しくないものをプレゼントしてくれる人もいた。銅像です。銅像、銅の像です。でっかい銅像。その銅像は何やろ、すごい有名な彫刻家さんにオーダーメイドしたすごい高価な代物、ものすごい高い、多分10万円以上するんちゃうかな。そんな銅像をね、この教室に持ってきてくれて、おかっち、どうしてもこれを君にあげたかったんや、受け取ってくれ、もらったよ、銅像もらったよ、ありがとうございます。言うたけどこの銅像真っ黒でめっちゃ大きい、そしてここは子供のテーマパークです。この銅像がここの雰囲気テイストに全く合わへんし、これめちゃくちゃ大きいから、これがあるだけで雰囲気が壊れてしまう。正直言ってこれいらん、そういう風に思ったんよな。あ、どういうことか分かる、これ。でしかもな、これこんな高いものもらったら、それをタダでもらうわけにはいかない、お返ししなあかんやろ。2万円のカタログギフトを買ってお返ししたよ、ありがとうございましたって、これどういうことか分かる。全然欲しくない、いらない銅像、それを2万円で買った、そういうことやね。欲しくないねん、それを2万円で買ったん、嬉しいと思う、嬉しくないねん。相手はやで、俺に喜んでもらおうと思ってそれくれたはずやねん。でも喜んでいない、誰が幸せなんのこの関係、そう思ったんよ。でその時に何やろ、俺は欲しいものが欲しい、いらないものはいらん、当たり前やけど、欲しいもの欲しいやん、いらんものはいらんって思ったんや。で本当に欲しいものが欲しいし、相手が欲しいものを渡せる、そういう関係性を作りたいなと思ったんよ。受け取ってしまったら俺も悪いで。でも考えてみて、相手が大切そうに持ってきてな、おかっちのためにってくれたその銅像、いらないです、突き返すわけにはいかへんやん。突き返すこともできたんかもしれへんけど、相手の善意を断ることってなかなか難しいね。だからやで、相手の気持ちを置いてけぼりにした、これが絶対相手のためになるっていう、そんな善意はもう善意じゃないね、暴力や。だからあなたに伝えたい、本当に欲しいものをプレゼントしよう、本当に欲しいものを贈り物しよう、そういうことやね。なんやろ、
開業したから胡蝶蘭あげる、観葉植物あげる、お中元とかお歳暮をあげなければならない、年賀状を送らなければならない、そんななルールとか常識とか社会的事例とか社交事例とかなんかそんなんに縛られて、それ贈り物は本当に相手のためになっているんかなって、そういうことやね。相手喜ぶんかなって、これを贈ることでなんや誰が喜ぶん、相手のこと考えてるんかなって、そういうことやね。俺はそんなことが全然できてなかった。お中元やから送らないといけない、担当者が変わるから挨拶をしに行かなければならない、相手は求めてないかもしれん、でもそうしなければならない、相手からしたらいい迷惑かもしれへんねん、相手の気持ちを置いてけぼりにしてそうしなければならないっていうルールとか常識とか社交辞令に縛られて、それは誰のためにもなってない、そして相手のプレゼントになってないねん、そういうことやね。本当に欲しいものが欲しいね、相手は。俺もそうや、あなたもそうやろ、いらないものはいらないね。そうや、考えてみてよ。おかちが今怪我しました、ここ切れました、ここ切れて血が出ている、そんな時に欲しいのはおしゃれなネクタイじゃないね、予想もせへんサプライズじゃないね、絆創膏が欲しいね、ここの血を止めてくれる絆創膏が欲しいんだよ。本当に欲しいものをプレゼントしよう、本当の欲しいものを贈り物しよう、建前とか社交辞令とかそんなん大事、それも大事や、分かるけれども、それと同時に相手の気持ちも大事やね。だから考えてほしい、贈り物をする前にこの贈り物、このプレゼントは誰のためなのかなって、これはその相手が本当に欲しいものか、喜ぶものか、プレゼントになっているのかなって今一度考えよう。もしそうじゃなかったら、自分のために贈るものやったら、それは相手にとってはいい迷惑かもしれへん、これを贈らなければダメな、そんな不安や恐れから来るプレゼントはもしかしたらゴミかもしれへん、そういうことやねん。誰のためになってんねんこの贈り物は、それを一回考えてほしい。そして相手が何が欲しいかわからんねやったら、相手に聞いたらいいやん、相手に聞いてくれたらいいんだよ。俺もその銅像をもらった時思った、はっきり思ったよ、なんで一言聞いてくれへんかってんって。その時な、こんなん言うの恥ずかしいけど、こう工事するのにものすごいお金かかって、予想以上にお金かかって、いろんなとこから融資を受けて借金をしたんだよ。だから来週授業が始まるための授業を進めるための絵本とか資材とか全然足りてないねん。ここを運営するための掃除機やらなんやら全然なかったんだよ。欲しいものはいっぱいあって、なんで銅像やねん。掃除機欲しいし、絵本欲しいし、空気清浄機欲しい、たくさん必要なものはあったんだよ、なんで銅像やねんって聞いてほしいねん。このな、なんというか、人が欲しいものっていうのはその瞬間瞬間で移り変わるもんや。そして物が溢れるこの現代社会で、その人が今欲しいものをピンポイントで当てるなんて、宝くじを当てる以上に難しいことやねん。だから相手に聞こう、なんか欲しいものあるかって。欲しいものあったら URL 送っといて、これでもええやん、現金でもいいんだよ、なんでお金を渡したらあかんって、誰もそんなん決めてない。これで好きなもん買ってって、欲しいもん買ってって、その一言めちゃくちゃ嬉しかったよ。正直本当に俺のこと考えてくれてんねんなって思ったよ。相手は本当に欲しいもの欲しいねん、あなたと一緒や、いらないものはいらんねん、気を使い合って望まないものを渡し合って、そんな関係はもういらんねん。本当に欲しいものを、本当に困ってること、本当に助けてほしいことをプレゼントしてほしい、そう思ってんねん。あなたもそうやろ。もしあなたがそう願ってるんやったら、あなたから始めよう。それは誰のためになっているのか、相手のためなのか、自分のためなのか、相手のためになるプレゼントをするんだよ。そしてそれは相手が喜ぶものかどうかわからんかったら相手に聞く、現金でもいい。そうやってお互いに本当に望んでるものをプレゼントプレゼントプレゼントし合えることで、本当に本音のままありのまま自分らしくいられる関係性ができていくねん。俺はあなたがあなたの大切な人と本音であなたらしく幸せに生きることを心の底から応援してます。はい。
はい、ということで今日はプレゼントについて話しました。どうでしょう、皆さんもらって嬉しくないなってプレゼントありませんでしたか？あったんかな、なかったんかな。サプライズってどんな時でも嬉しいって、そんなもんちゃうねん。タイミングとかもあるから、サプライズをすれば相手が喜ぶとかな、開業したら誇張欄でもあげとけとか、そういうことではないんですよ。本当に相手のためを、その今の相手が欲しいもの、そこに向き合ってプレゼントをする、そういう気持ちが大事なのかなっていうふうに思っています。少しでも勉強になった、ためになった、おかっち頑張れという方は高評価ボタンを押してもらえたら嬉しいです。もう何かしら、もう低評価でもいいです。この際評価をしてもらえたら嬉しいです。コメントも全部見てます。こんな感じでこのチャンネルではあなたがあなたらしく生きるための行動習慣、そしてライフスキルを全力で紹介してます。もしあなたがあなたらしく生きたい、そして自分らしく生きたいんだ、そのように願っているのなら、チャンネル登録ボタンをポチッと押して仲間になってください。はい、ということで The End。 それではワンダフルな一日をお過ごしください。今日もありがとう、バイバーイ。プレゼントになってるかどうかだよ。